どうもリオです。じゃん。はい、ということで今回はうなぎ食べ放題。はい、今ねちょっと聞き間違いかなと思った方いるかと思うんですけども、大丈夫です。今回はうなぎ食べ放題でございます。で、場所は赤坂に来てるんですけども、赤坂ちょっと慣れなすぎて、今日もまた人が少ない路地に入り込んで撮ってるんですけども、なんとね、なんか自分で焼いて食べるスタイルのうなぎ食べ放題屋さんができたということで、それを聞きつけてやってまいりました。もうね、めちゃめちゃ暑いうなぎ日和、ビール日和というわけで、噛んじゃったてなわけで、早速行ってみたいと思います。ではではスタート。なんか飲食店がたくさんあるところにやってきました。あった、到着。じゃじゃん、あそこに書いてありますね、うなぎ炭火焼き食べ放題到着。お店はですね、このうなぐもさんっていうところなんですけども、ランチもやってるんだ。普通にめっちゃ美味しそうなうなぎの丼と、サムギョうな丼、カルビうな丼とかありますけども、ちょっとね早速行ってみようかな。あ、これですね、これ、うなぎ食べ放題はランチ時間も可能ですと。で、朝の5時までやってるってこと、これ。そうですよね、絶対に夜も注文できるんだ、これ最高すぎる。てなわけで早速行ってみたいと思います。 GO! 食べ放題100分3620円、3種の味をお楽しみください。うわーすごい、サムギョプサル、豚カルビなんかも一緒に食べ放題ってことかな。はい、4階上がりまして、ここかな、うなぐも食べ放題。あ、これさ、さっきね1階にあったお店だ。ちょっとめちゃくちゃサインがありますね。お、マー君来てるよ。これはマジシャンの方かな。うわすごい。でね、完全見た目は焼肉屋さんでございます。ここはね、うなぎの食べ放題だけってことで、こんな感じで美味しい食べ方もあるので、これを見ながら注文していきます。あとドリンクはね、こちらにあります。よいしょ、一般的なドリンク。はい、ちょっとね、速攻でお通しがやってまいりました。なんかでけえ。はい、まずね、お通しがやってまいりましてですね、これはなんだ、玉ねぎ、そしてエゴマですか、違うな、絶対に違う。そして大根、だいぶデカめのお通しがやってまいりまして、なんかね、ここはサムギョプサルみたいに産地で巻いて食べるみたいな感じらしいのよ。ちょっとね、楽しみ、うなぎ待っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと先にビール来たよ、キンキン。はい、ちょっとね、もうね、ちょっと歩いただけでもう汗がやばい。てなわけで早速乾杯。おー、でかっ。待って、想像以上のでかさのうなぎがやってきたんだけども。はい、じゃあじゃーん。ちょっとやばくない、このでかさ。ちょっとね、失礼して挟みよう。マジでっかというかさ、身もさ、大きいんで、しっかり。しかもこれワンタン出てくるの、えぐくない。あ、これ焼いてくれるんですか。はい、あ、ちょっと今から焼いてくれます。おー、でっかい。ちょっと想像以上なんだけども、マジ楽しみ。ちょっとこれ待ってる間にお通しを食べたいと思います。美味しい、つまみだ、白菜っぽいやつ。めっちゃ反り返ってるんだけど、すごい。大根。初めて食べた味。待って、裏目めっちゃうまそう。あとね、ちなみにね、このチャプチェとトッポギも出てきました。これもね、食べ放題に入ってるセットメニューらしいです。あー、すごい、うまそう。
そう。分厚い。ちょっとさ、チャプテたちを食べようと思ったけども、うなぎが出来上がりそうなんで待ちます。後で食べる。うん。ちょっとタレをセッティングしとこうかな。もうさ、これ眺めるのだけで幸せすぎる。ちょっとチャプチェいただきます。チャプチェ食べちゃおう。チャプチェも美味しい。うまっ。これ春雨？なんか これうまいよね。めっちゃ酒のつまみ。OK が出ました、店員さんの。ずっと目の前でじらしてたからさ、すぐ早く食べたすぎて一口いっちゃったんだけど、熱すぎて何も言えない。めっちゃ美味しい。なんか弾力がある。うまいうまい。身もね、しっかりと。で、今ね、もう1枚目焼き終わったんだけど、2枚目も焼いてくれてます。これ何ですか？ロギーナムル。ロギーナムル。ミョン。ミョン。ミョン。さっきね、私が謎だなって言ってたのはこれニョンっていうやつらしいです。韓国にしかないやつだって。でこれらをね、巻いて一緒に食べても美味しいということで、ちょっと楽しみがいっぱいあるよ。ちょっとね、お次はですね、この専用のタレっていうやつにつけてみようかな。どういう味なんだろう。最高。でもさ、うなぎを食べながらさ、次のあのでかいうなぎが焼かれてるのを見るの最高すぎ。ちょっとね、いっぱいあるので楽しみ方をゆっくり食べていきたいと思います。 ありがとうございます。はい、ね、最初はね、店員さんが焼いて、こう焼き方がね、多分私たちは初めての光景すぎて分かんないから焼いてくれるみたいです。その後は自分で焼いていくみたいな。すごい、てんこ盛りになった。ちょっとね、残り2枚、あっちにでっけえのもあるんだけども、まず先にこっち楽しんでいこう。うんうんうん、おいしいおいしい、うん、タレうまいよね。これサムギョプサルと豚カルビもね、食べれるらしいんですよ。注文できるんだって、こんな感じで。ただね、これ最初に出てきたうなぎの量が結構すごい。一人で来たら結構すごい。これ100分だからね。ちょっとね、巻いて食べてみようかな。大根とか、よいしょ、こんな感じ合っているのでしょうか、これは果たして。あー、来た。このタイミングで出ます。来た。いただきます。こんな感じで、うん、うん、あ、美味しい。初めての感覚、うなぎをこんな風に味わうとは。さっぱりしてて美味しいかも。うんうんうん。ちょっと次さ、韓国にしかない葉っぱらしいのよ。ニョンっていうらしいです。ニョン。うん、美味しい。なんかこの葉っぱ自体の味付けがちょっと酸っぱめというか、初めて食べた味すぎて、お、ま、美味しいのか合うのかこれは。待って、分かんない、分かんなくなってきた。うんうんうん、うんうんうん、美味しい。うん、後からめっちゃ辛い。後からすごいヒリヒリくるわこれ。
これはあの辛いの苦手な人は結構要注意ですね。これは辛い、ちょっと辛さを補うために食べてる。2枚目は、じゃあこれ3枚目かな、どっちだっけな、3枚目かはね、あの見ての通りタレを塗って焼いてくれてます。うまそう。やっぱ茶色っていいよね。で、あのここはね、あのうなぎの工場と直輸入だからこんなに安くて提供できるみたい。すごいね、うなぎ工場。肉までたどり着かないかもしれません、一人だと。その可能性は大いにあります。100分だからね。でもつまみの量がすごいのよ。で、あのスタンチュさっき頼んだんだけども、一人なのであの少なめで大丈夫ですって言ったら言ってこの量すごくない？サービス精神。これ普通で頼んだらさ、多分もっと倍来てるよ。すごいのよ。で、このトッポギとかチャプチェももちろんおかわり OK らしいので、もうどういうこと？もうすぐ大丈夫そうな気がする。まだでした。ありがとうございます。じゃーん、完成。よいしょ、できたみたいです。うまそう。タレですね、タレいただきます。タレやっぱうまいね。このね、さっき一番最初お皿に注いだタレと同じらしいんだけど、やっぱさ、塗るっていうのと全然違うね。タレが香ばしいわ。美味しい。うん。あー、今のとこめちゃめちゃ脂乗ってた。美味しい。サンチでいただこうかな。よいしょ。よいしょ。衣の葉っぱとか。よいしょ。おいしい、おいしい、おいしいですね。一枚つけない方が好き。これはね、あのとても好みが分かれる問題ですね。このうなぎのタレのタレ、うなぎのタレがついたものにこのコチュジャンはちょっと合わないっていう感じ。さっきのさ、塩の方でやればよかった。ミス。はい、ちょっとね、お次はですね、豚カルビを頼んでみました。あのうなぎでかなり結構お腹いっぱいなので、あの少なめにしてもらった。で、サムギャプサルの方はなんか網を変えなきゃいけないらしいから、まあ豚カルビにしました。うん、美味しそう。豚カルビもう食べれますか？あ、まだ。はい。お店はね、あの赤字ギリギリでやってるみたいです。ギリ大丈夫みたい。もうちょいっぽい。まだでした。いただきます。そう、うまい、うまい。味がめちゃめちゃしっかり染みついてて美味しい。これこそサンチかもしれん。
どれもね、ワイルドで美味しいね。食べ放題なのに、うなぎがメインだけど、この豚カルビもめちゃくちゃワイルド。美味しい。コチュジャンのタレでいただきます。美味しい。ずっとね、うなぎ食べてたから、肉いいね。ごちそうさまでした。いやー、美味しかった。めちゃくちゃ美味しかったです。大満足。でね、そうそう、言い忘れてたんだけど、このお店はですね、あのシェアハピちゃんっていうね、グルメ系のインスタをやってる学生2人組の女の子に教えてもらいました。一回ね、お会いしたことあるんだけど、マジでピチピチ。ピチピチ JK、 その時は JK だったのかな、今もう大学生かな、ね、そのお二人に教えてもらいました。その子のアカウントに載ってて、いやこれめっちゃいいじゃんみたいな言って、今回私やってまいりました。ありがとうシャーハピちゃん。はい、バイバイ。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。うなぎの次はですね、なんと生ガキ食べ放題に行っちゃいたいと思います。ではでは、チャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。バイバイ。